アメリカの議会上院で通商交渉に関する大統領の権限を強化する TPA 法案が可決されたことを受けて、日本政府は来月にも TPP 交渉の妥結を目指す方針です。歓迎したいと思います。リーダーシップを発揮をして早期の妥結を目指していきたいと思います。アメリカ議会上院での TPA 法案可決を受けて、日本政府は7月下旬にも12カ国の閣僚会合を開き、 TPP 交渉を最終合意させたい考えです。これに先立ち、日米2国間で協議を行い、米や牛肉、豚肉など農産物の関税問題を決着させる方針です。